あの時計を選んだのも一つ大きな理由があって。ドジャース入団会見で大谷選手がロレックスを拒否し、セイコーのブランドを愛用する理由に米メディアが驚きの報道をしています。現地時間12月14日にドジャースでの入団会見に臨んだ大谷選手、会見から数日が経った今も小さくない話題となっているのは、左手首に着用していたクラシカルな時計です。これを愛用する理由には大谷選手の人間性が関係していたようです。単に高級時計を身につけるという発想ではなく、大谷選手らしい日本を思う気持ちがそこにありました。詳細をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。日本の時計ブランドを愛用する大谷選手の思い。10年総額7億ドルの超巨額契約を締結した29歳は、その一挙手一投足のみならず、身につけるものもクローズアップされています。現地時間12月14日の入団会見、この日濃紺のシックなスーツに水色のネクタイという爽やかなファッションで登壇した大谷選手は、グランド成功者の SBGM221GMT を着用、真新しいユニフォームに身を包んだ際にも袖口から見え隠れしました。同社のホームページで5000ドル、日本円で約72万5000円となっている SBGM221GMT、 7億ドルの巨額契約を結ぶスーパースターが見つけるアイテムとしては決して高くないため、大谷選手のファッション感覚も見えるコーディネートとなりました。異彩の見せた庶民派な一面には、米老舗ファッション誌 GQ もうなりました。創刊92年の歴史を誇る同誌は、翔平大谷は7億ドルの契約を結ぶにあたり完璧な時計を選択したと、大谷選手のコーディネートを独自に診断。ドジャースタジアムで行われた最初の会見で、日本のアイコンは最もエクセレントな時計をつけていたと称賛しました。いわゆるギラギラとした派手なデザインではないため、記事では多くの人は巨大な宝石を散りばめて10億ドルの大半を祝福するかもしれないが、大谷は代わりに5000ドルもしないグランドセイコーの SBGM221 を着用したと指摘。日本で生まれ育ち、そこで野球のキャリアをスタートさせたことを考えると、その選択は確実に彼の遺産に対するプライドを反映したものに思えるとメイドインジャパンを選択したことも評価。大谷選手とセイコーはスポンサー契約を結んでいるため、晴れの舞台での着用は自然な流れとも言えます。 GQ は、新しいドジャースのユニフォームを着て手首にグランドセイコーの GMT をつけた彼は間違いなく10億ドルあるいは7億ドルの男に見えたと絶賛。改めてらしさにあふれた選択に脱帽していました。移籍の決断理由やエンゼルスへの愛情、愛犬デコピンの名前など多くの話題に隠れていた日本製のアイテム、大谷選手のセンスを称賛する米ファンが続出する中、別のファンからは腕時計にいち早く反応した GQ の着眼ポイントに同調の声も上がっていました。翔平イケてる、グランドセイコーは史上最高の活動をした、ついに大衆が GS を理解するだろう、これはとんでもないな、 GS しか勝たん、これがショータイムだなどの声が寄せられました。大谷選手は3月の WBC の後、アンバサダーを務めるセイコーウォッチの高級ブランドグランドセイコー SLGH005 白樺モデルをラーズ・ヌートバーに送っていました。大谷選手がセイコーを使用する理由。セイコーウォッチ株式会社は2021年12月広告出演契約を結ぶ大谷選手にア・リーグ MVP 受賞を記念してグランドセイコーを贈呈していました。贈呈したモデルは大谷選手の出身地である岩手県の平庭高原の白樺美林をダイヤルにあしらい、同じく岩手県の雫石町にあるグランドセイコースタジオ雫石にて製造されています。また時計業界で最も権威ある賞と称されるジュネーブ時計グランプリの2021年度メンズウォッチ部門賞を受賞したグランドセイコーの次世代を担うモデルです。服部会長からお祝いの言葉とともに大谷選手に贈呈されました。 MVP を獲得した大谷選手の腕にジュネーブ時計グランプリのメンズウォッチ部門賞を受賞したグランドセイコーが重なった姿を見て、
とても嬉しいですし光栄です。大谷選手はずっしりとした存在感、高級感のある華やかな見た目が魅力的ですね。白樺の木は岩手県では比較的よく見かける木です。幹の質感がよく表現されていると思います。雫井市長も花巻市から比較的近いので、このモデルが組み立てられているスタジオにもいつか訪れてみたいですね、と語っていました。大谷選手は日本ハム時代からグランド成功のアンバサダーであり、数年前には岩手県にグランド成功工場を設立しました。グランド成功にとっては特別な日に身につけてもらうために、大谷選手にスポンサーとして依頼した際には世界中の注目を集めました。グランド成功は日本が世界に誇る腕時計メーカーであり、グランド成功のアンバサダーである大谷選手がその腕時計を身につけても何ら不自然ではありません。大谷選手はグランド成功の時計を身につけてくれることで地元の製品が世界で注目され誇りに思っていることでしょう。ヌートバーが明かす大谷選手との友情秘は、セントルイスカーディナルスに所属するラーズ・ヌートバーが GQ メンオブザイヤー2023に選出されました。男性総合誌 GQ ジャパンは公式インスタグラムで今をときめく26歳に様々な質問を投げかけました。この日同誌はラーズ・ヌートバーが大谷翔平から贈られた時計を紹介と貴重な動画をアップ。ヌートバーは大谷選手がアンバサダーを務めるグランド成功の SLGH005 白樺を二刀流スターからもらった時の秘話を語りました。まずヌートバーは WBC 決勝で米国に勝った後、渡したいものがあると大谷選手に言われて部屋を訪ねたと告白。そこでプレゼントされたのがこの時計だよと、手元を美しく彩る高級時計を嬉しそうに眺めました。しかしあまりにも突然の出来事だったからか、ヌートバーは受け取れないと断ったと言います。すると大谷選手はこう切り返しました。時計を受け取るなら他の国の代表でプレーするなよ。ヌートバーは父がアメリカ人、母が日本人の日系選手だ、日本語がほとんど話せないにもかかわらず3月の WBC では日本代表として出場し、全力プレーでファンを魅了。親日家として知られるヌートバーは、時計がなくてもそのつもりだったけどこれで決まりだね、だから僕にとって思い入れのある時計なんだと明かしています。さらにヌートバーは大谷選手にあやかりたくていつも球場につけていくと肌身離さず持っていると打ち明けると、続けて大切にしたい最高の贈り物だよと幸せそうな表情を浮かべました。大谷選手の驚愕の私生活、大谷選手のマインドはよく話題になりますが、彼は目標を達成するために必要なこと以外には興味がないというようなプロフェッショナルのようです。そのため贅沢や不必要なものはなく、彼は野球のためだけに生活しているかのようにコンディションを維持しトレーニングを欠かさず行っているようです。大谷選手は食事の管理も徹底しており、管理栄養士とサポート契約を結んで食事や栄養のアドバイスを受けています。血液検査の結果から自分の体に合わないものや不足しているものなどを考慮して日々栄養管理を徹底して食事をとっています。また外食はほとんどせず、シーズンオフなどは自炊をして、料理の写真を担当の栄養士に送ってアドバイスを仰ぐこともあるそうです。食事を楽しむというより体のためにいかに栄養の摂取をしていくかということを考えていることがよくわかります。当日の登板予定などによって食事をとるタイミングや時間なども意識して強靭な体づくりをしているのです。怪我をせず試合に出場し続けていることからもわかるように徹底した体調管理をしています。特に次の試合に疲れを残さないために睡眠を大切にしているのは有名な話です。夜は最低10時間、さらに昼寝を2時間しているといいます。忙しくても最低8時間半から9時間は睡眠時間を確保して次の日のために備えているそうです。寝れば寝るほどいい、まずは量を確保、質はその次とも語っていて、とにかく睡眠時間を重視しています。マットレスや枕なども自分の体に合ったものをオーダーで作っていて、移動先にも持っていき自分の体に合った寝具を使うようにしています。能力を最大限に発揮するために
1日の約半分を寝て過ごして心身の健康を整えるための努力をしているのです。投手と野手の二刀流として試合に出場するためには人より多くの練習量が必要となります。大谷選手は無駄な時間を徹底的に排除して睡眠時間や練習時間の確保をしているのです。休日や自由時間もすべて自分を高めるために使っているといいます。大谷選手は野球のすべての技術を習得することは不可能と言っています。だからこそ自分がどこまで技術を習得して野球が上手くなるかを楽しみに日々練習に励んでいるようです。すべての時間を自分を高めるために捧げているからこそ日々進化することができ自分と常に向き合うことができているのでしょう。大谷選手の圧倒的な人間性。大谷選手は選手として圧倒的な能力を持っていますが人間性も高く評価されています。たくさんの成功や功績を収めていても謙遜し周囲の人々やチームメートに感謝の気持ちを示す様子が映像やインタビューから伝わってきます。今日はたまたま打てた。アメリカの野球を尊敬しているなど彼の謙虚な言葉や態度はインタビュアーや記者だけでなく多くの人に感銘を与え尊敬される要因となっています。試合で良かった点、反省すべき点、出来栄え等をまっすぐ答えていることがよくわかります。自分を取り繕うことなくその時の自分に正直に向き合っているのでしょう。偉大な選手になるほど他人の目は厳しくなる傾向がありますが大谷選手の控えめな言葉と謙虚すぎる態度は日本人の誇りとも言われています。大谷選手は岩手県出身であり地元への愛情と熱い思いを持っています。岩手県は東日本大震災の被災地でもあり自分が頑張ることでその思いが地元の人に届くと良いと談話で話しています。自身の成功を地元の支援者や地域の活性化につなげたいという思いがあります。また慈善活動やチャリティーイベントへの参加など積極的に寄付をしたりチャリティーへ参加したりして社会貢献を行っています。社会的な取り組みに対する姿勢はたくさんの人々に感動と希望を与え彼がさらに愛される理由となっています。ファンサービスにも非常に熱心でいつも応援に来てくれるファンの人たちに多くの方法で感謝の気持ちを示しています。観客を前に即席サイン会をしたり写真を一緒に撮ったりとファンと直接交流する機会を提供しています。彼のファンサービスがたくさんの人を幸せにして夢と希望を与えているのです。また SNS を通じて定期的にファンへ近況報告を行っています。ファンとの関係を大切にする姿が彼の人気や支持をさらに高める一因となっています。さらに彼の容姿の良さもスター性とカリスマ性を兼ね備えている要因の一つです。1998年に当時のシーズン新記録70本を記録した伝説のホームラン王マーク・マグワイア氏は2018年に初めて実際に大谷選手を見た時の印象を、なんてかっこいいやつだ、映画に出てくる俳優みたいだと思ったよと、スタイルの良さに度肝を抜かれたようです。また試合前のレッドカーペットショーでは毎回シンプルな衣装を着ており決して気取ったり傲慢には見えません。大谷選手は野球のスティーブ・ジョブズ氏のような存在です。ジョブズ氏は不要な選択肢を作りたくないため毎日同じ服を着用していたといいます。大谷選手はストイックで野球のことを中心に考えており、ブランド商品にとらわれずシンプルで丈夫な国産の腕時計を選んでいるのもこういった理由があるのでしょう。大谷選手のドジャーズ入りに計り知れない経済効果。テレビのワイドショーなどがドジャースと契約した大谷選手の入団会見を中継し、ユニフォーム姿や犬の名前、腕時計などの話題で持ちきり、ファンは大いに盛り上がっているようです。一方、政治と金の問題で物価高は続き、家計を苦しめています。そんな中での大谷賞は景気刺激策として効果抜群でしょう。日本経済を明るくする絶好の材料です。関西大学の宮本勝弘名誉教授は大谷移籍に関する経済効果を算出しています。エンゼルス残留とドジャースに移籍した場合でどう変わるのでしょうか。結果はドジャースに移籍した方が経済効果は約140億円増加するとのことでした。経済効果を考えてもドジャース移籍は正解だったのでしょう。
大谷選手は10年総額で7億ドルという歴史的な契約です。日本円にして1年に100億円強、サッカー界のスーパースター、メッシを上回るスポーツ史上最高額の水準。その経済効果は計り知れません。米経済誌フォーブスは大谷選手の2023年シーズンのスポンサー契約を3500万ドル、日本円で約52億円と報じていました。マネーポストウェブによると、2023年は大手17社とスポンサー契約し、契約料はバンテリン口和が約8億円、構成、雪肌精が10億円、ニューバランスが40億円などと伝えています。2024年シーズンはこれまで以上に大谷人気が加熱するでしょう。契約料アップの期待大です。スポンサー契約だけで100億円超えもありえます。株式市場では大谷関連銘柄が跳ね上がりました。スポンサー契約しているセイコーグループや構成、三菱 UFJ グループ、フィナンシャルグループ、日本航空などです。株式市場にも大谷効果は追い風。日経平均は年末に向け高値傾向を見せるかもしれません。大谷選手だけでなく、オリックスから FA の山本由伸選手もメジャーでの活躍が期待できます。メジャー人気は女性や子供を巻き込み、日本の失われた30年を取り戻す助けになるはずです。大谷選手の大活躍とブーンを祈るばかり。来年は早起きしてのドジャース観戦が楽しみです。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。またこの動画が良いと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。